内村テルヨシ、59、千秋、52、うど鈴木、53、によるポケットビスケッツ、ポケビ、と、ビビアンスー、48、南原清隆、58、天野裕之、53、によるブラックビスケッツ、ブラビ、の2つの音楽ユニットが、25年ぶりに大晦日の NHK 紅白歌合戦に出演することが16日、分かった。 98年の紅白出演の後にそれぞれ活動を休止しており、2組揃ってのテレビ出演は21年ぶりとなる。今年の紅白で、寺尾里氏の出演が発表されているテレビ放送70年を記念した特別企画、テレビが届けた名曲たち、で登場する。今年の紅白歌合戦のテーマは、ボーダレス、越えて繋がる大晦日、に合わせ、歌唱楽曲は後日発表される。 2ユニットは90年代の日本テレビ系、うっちゃんなんちゃんの売りなりの番組企画で結成、うんなんときあい、んが別れ女性ボーカルを入れた構成でヒットを連発し、番組の枠を超える活躍を見せた。先行のポケビは95年に出る、内村、UDO、うど、千秋、先週の3人で活動を開始し翌年4月に CD デビュー。2枚目シングル、 イエローイエローハッピーはセールス100万枚、パワーはオリコン1位を獲得するなど、シングル3作でミリオンセラーを達成。0年には松任谷由美とのコラボ曲、ミレニアムを発表した。ブラビはポケビのライバルとして97年に、七海京や、南原、天山広之、天野ビビアン、ビビアンスーのキャラで登場。 先週の高い歌唱力に対して、ビビアンのコケティッシュな魅力でポケビに負けない人気を獲得した。同年12月、スタミナでデビューし、翌98年4月のタイミングは148万枚のセールスを記録した。98年の紅白に、スペシャルバンドとしてダブル出場後は発展的な形をとり、ブラビは99年、ポケビは0年から活動を休止。 二年の番組最終回で登場したのが最後の揃い踏みだった。ただ、その後も人気は根強く、18年には、日本テレビ系、24時間テレビ、でポケビが一夜限りの復活。昨年末にはブラビが、日テレ系音楽の祭典ベストアーティスト2022、で復活を果たしていた。最近では先週が自身の YouTube で、 チャンネル登録者100万人に到達したらポケビを1日復活させるという目標を告知。ナンバラもブラビのメンバーで集まった写真を公開するなど、ユニット愛や進行が続いていることを明かしている。